はい、どうも山田です。本日はですね、9月の8日の朝でございます。本日の早朝ですねに、ポケモン GO、ジャパン、こちらの公式ツイッターおよびホームページですね、こちらの方で、とあるツイートがございました。まずは、そちらの方を読み上げさせていただきます。はい。北海道は余震や土砂災害など、予断を許さない状況ですが、一日も早い復興、復旧復興を願っております。ファイヤーデーと EX エイドは中止となりますが、北海道の皆様を応援できるような別の企画をお届けできるよう検討しています。そして公式ホームページの方では、今回のこの判断ですよね、なぜこういった判断に至ったのかということが、書かれておりました。この災害に伴い、余震、大規模な停電、土砂災害などが発生し、まだ予断を許さない状況でもあることから、9月8日土曜日に開催し、を予定していたファイヤーデーと、9月10日に予定していた EX レイドの北海道地域における、実施を中止するという判断に至りました。ファイヤーデイ、EX を、レイドを楽しみにされていた皆様には、直前の判断とお知らせになりましたことをお詫び申し上げます。皆様の安全と、被災地の一日も早い復旧復興を心より、お祈り申し上げます。また、北海道の皆様を応援できるような別の企画をお届けできるよう検討してまいります。はい。とのことでした。こちらの、ちょっと声明ですよね。こちらの文章、公式さんの文章を受けて、ちょうど昨日ですね、僕自身が思っていたこと、っていうのをこう動画にさせていただきました。概要欄の方にちょっと貼っておきます。北海道地方の方に対してのアプローチがちょっと、僕は公式さんのツイート内容がまあちょっと配慮に欠けていたのではないかだとか、それを見て、僕自身が、北海道地方の方々が中心の中で果たして、ね、ファイヤーデープレイが、するべきなのか否か、でそれについて僕が悩んでいるみたいな、そんな内容とね、あとはまあものすごいこう心情をこうつらつらと話しているようなちょっと長い動画になってしまっているのですが、そちらの、あと今回これを受けて僕が感じていることをちょっと今撮ろうと思います。まず今思っていることは、その公式さんのこれを僕はまず求めていました。昨日の動画でも僕はちょっと書かせていただいたのですが、喋らせていただいたのですが、そのたとえ中止にするとしてもですよ、中止にする理由とか今の現状っていうものを鑑みて、こう対処に至った、今回の判断に至った、でその判断っていうのもなんていうんですかね、内部はなんかこう独善的なんていうんですかね、内部としては苦渋のこう選択決断だったとしても、その発信の仕方ですよね、次第で、移り方や受け取り側っていうのは変わってくると、そういったことを話させていただいて、で、なんでもう一言、配慮ある言葉がなかったのかと、そこに対しての悔しさだとかはあったのですが、その、配慮ある言葉を今回僕は、公式さんは、しっかりと、出したのかなというふうに思っております。もちろん、それがこう1日、遅いんじゃないかというご意見もきっとあると思いますし、それを僕も、今の僕がね思わないわけではありません、ではあるのですが、自分自身が、昨日の動画の中でですね、僕がその動画を出す前に、もしくはその出した後でもいいので、そういった声明を、出してくれればいいなと、いったことをちょっと喋、っていたのですが、それが実現しているので、なので、僕としては自分の昨日の言葉を、しっかりと、反芻して、この、ツイートホームページの記載に関しては、まずは、ありがとうございますと、言わせていただきます。すいません、ちょっとまだ、起きてからね、何を話すのか考えて、そこからちょっと喋っているので、まだちょっと口がいつもよりも、回っていなくて噛んでいる部分が多いかもしれませんが、その点はちょっと申し訳ありません。どうしてもね、ちょっとファイヤーデーが昼ということで、開催前には多分ね、この動画上げた方がいいかなと思って、ちょっと急ぎ足で、準備させていただきました。ちょっとそれは余談で置いときます。あの声明を受けて、僕自身の心境ですね、っていうのは、まず少し変わりました。
またあの声明を受けて僕が感じたことは2つあります。あの声明文には2つの配慮があるなと思いました。まず1つ目、これは北海道地方の、方々ですよね。要はその被災している、方々、地域の方々、こういった方へのまず配慮ですね。そして2つ目、これはそれ以外の今日ファイヤーデイ、これをプレイできる地域の方々への配慮、これそれぞれちょっと、話させていただくと、まあ、北海道地域の方への、北海道地方の方への配慮っていうのは、これはまあ言わずもがなですよね。これが僕は欠けていたんじゃないかというところで、それがあってくれてよかったという話なんですが、まあこれが1日遅れでも僕は来たというこのことが、まあ嬉しさももちろんあります。うん。てかまあないとダメなことだとは思うんですけどね。うん。で、僕自身ですね、このそれ以外の今日ファイヤーで行える地域の方、ってさっき言ったんですけど、僕もそちら側の人間じゃないですか。でなぜそこへの配慮があるのかと思った、言ったのかと言いますと、昨日の動画の中で、中止という宣言のみがされた状況下で、果たして、ファイヤーデーを、北海道の、地域以外の方々がやれるのかという話なんですよね。うん。果たしてそれはできるのかと。一切の、その、疑念というか、こう、の思いというか、これ、俺らだけやってていいのっていう思いが湧かずにプレイできるのかと。僕はノーだなと昨日の状況で思っておりました。で、これはですね、きっとかなりの数のトレーナーさんがそうだったんじゃないかなと僕自身思っています。で、今回のこの声明が、内部の中身には、別の形で、今回中止になった地域の方々、そこの地域に対しての、イベントとかを企画を検討していますと、そういったような書かれ方がありました。まあ、なので中止、そして延期はないよというふうな昨日の意見からこう一転して、特別にその地域の方に対して何かやれることを、こう別の形でやりますと、そういった声明があったので、それを受けて、あ、じゃあプレイできるかなって思える人たちもきっといるのかなと思いました。僕は半々です今。うん、ほっとした部分とみたいな、この両方の半々でございます。うん、それでも、今日僕はどういうふうに、こう行動するのかってことは、決めさせていただいた。それはちょっと動画の後半で、ちょっと、語らせていただきます。ですね、昨日の動画で僕自身、コメント欄で、様々なね、トレーナーさんからのご意見を、ここ、各場にして、くださいと、いろんな皆様が今回の、ことを受けて、どういうふうに思うのかっていうのことを書いてくださいと、書いていただけると嬉しいですと、喋らせていただきました。そうするとですね、日本全国、いろんな地域の方々、いろんな状況の方々からコメントをいただきました。まず、昨日コメントをいただいた方、皆様、そしてリプライですね。で、昨日の動画の感想をいただいた方、本当にありがとうございます。あの中でですね、僕が最も意外だったのは、その今回ですね、まあ、北海道だけじゃなくてですね、大阪の方も、関西の方も、同じでして、その実際に被災された方々ですよね、の方から、やってほしいだとか、まあ、山田は、まあ、YouTuber で楽しいものを作るのが、仕事じゃないかみたいな、そういったご意見もが僕が思っていた以上に多かったっていうのがまず、ありました。なんですが、昨日の状況で、まあ、つまり今回声明が出る前の状況でそういったコメントをいただいていて、それはものすごい強い意見だなと思ったんですが、やはり僕の中ではそれをこう、それを受けて、あ、じゃあやりますみたいな、あんまそういう能天気なことはですね、昨日の夜の段階では僕は言えなかったんですね。うん。で、その、すべてのコメント、読ませていただきました。で、すべてのコメントに対して、添える行動を絶対にできないということも今の僕は理解していて、じゃあ何を基準に考えるべきなのかということをものすごく悩んだんですが、自分の過去の経験も今回は少し、そこに混ぜてみようかなと思いました。ですね、これはちょっと数日前に僕はツイートさせていただいたのですが、
日本って、地震やあと台風これ両方とも来るじゃないですか。だからその何かしらの災害ですよねにこう見舞われる、たことのある人が僕は多数派だと思っていて、僕ももちろんそうなんですね。大きな地震に、あったことがあります。平成23年ですねの、東日本大震災、その時は、東京に住んでいましたね。なんですがあれはものすごくこう揺れた、地域、が、まあ、非常に広かったですよね。はい、まあ、今回の北海道も本当に広い地域が、揺れていたんですが、あの時のその日本全国の空気っていうのを僕は今でもその結構鮮明に覚えていまして、あの、まあ、もちろん緊急速報ですよねっていうものもあって、そして日本全国に自粛するムードっていうものがものすごいこうまあ広まっていたというかなんですけど、あ、別にこれは僕は自粛することをあのノーと言ってるわけではなくてですね、自粛っていうのはある程度は僕は大事だと思っています。それはまあいろんな立場とかで、ね、個人とか企業とか、団体とかね、そういった場所によりけりで結構判断変わってくると思うんですが、ただ自粛というものが一体何を生むのかっていうことを、僕はその当時ちょっと考えてて、自粛というのはですね、自粛をした側は悪者にならないんです。そして自粛配慮というものは、まあ言ってしまえばそれをすることによってこう何か別のアクションを他者から起こされるっていう、その、こうリスクを回避する、そういった意味合いもあると思います。もちろん配慮ですよね、優しい部分がありながら、しかしどこかずるさもある。僕は自粛というのはそういったこういった面も少なからずあるかなと思っています。自粛をすることでマイナスは、その人には生まれません。しかし自粛ムードが蔓延しすぎるとじわじわと人の心ってなんて言うんですかね、蝕まれるというか、現にあの震災にあって、まあ、僕はあの揺れた当日ですよねはもうあの家に帰れなくて、で、もう何があったのか正直わからないような状況ですよね。もう本当にでっかい道をずっと歩いてって、僕の知り合いの友達の家ですよね、友達は家じゃないか、あの知り合いがやっている事務所があって、そこに、なんとか寝泊まりができるっていうことになったので、そこまで行って、そこで、まあ、やっとテレビを見たんですが、まあ、もう津波の映像だとか、どこの地域がどんな被害に遭ってるだとかっていうものがわっと流れていて、でもちろん当日はそれらの情報が必要なんですが、数日間にわたって同じような映像、そして、例えばすごい覚えてるのがですね、いろんな企業さんが自粛することでテレビの CM がずっと同じものが流れ続けると、っていう状況で、毎日毎日テレビをつけて、大事です、もちろん報道は大事なんですが、救いがそこの前になかったんですよね。でその状況が良かったか悪かったかっていうと、僕は苦しくは感じた、悪いとは言わないけど苦しかったんですね。でどうしてもそれがちょっと今僕は思い出されてしまうと、果たして自粛をするのか、それとも僕自身がかつて感じたそのじわじわとこう自粛することによる、なんていうんですかね、少し蝕まれたりとか救いがない状況、ここに対してアプローチをするのか僕は考えたんですが、僕は今回ファイヤーデイ東京都内で他の海外の YouTuber を案内しながらプレイは僕はしようと思いました。そして、その動画ですよね。この動画自体は撮影はします。しかしその撮影したものがですよね、本当に、出すべきものなのか、それを考えた上で、最後決定しようかなと思います。なので動画が公開されたならば山田がそういう風な決断に至ったという風に、思っていただいて、結構です。もちろんこの行動をすることによっての例えば批判だとか、こういったものもきっと来ると思います。
これは難しすぎる問題です。昨日の、ナイアンティックさんの行動に対して、あの手の行動は、まあ、ナイアンティックさん中止という決断が、やはり正解という方もいるし、難しい判断だとかいう方もいて、そういったものって世の中いっぱいあるんですよね。今回の僕のこれも、まあ、そうかなと思っていて、ただものすごくまあ絞ってギュッと思いをまとめて喋ると、出る側の人間は考えた上で行動すべきかなと。考えて何もしないは何も返っても来ないし、何も生まないかなと。まあ現にその関西台風、そして北海道の地震、これがあったとして、そこに対しての配慮をしつつ、それでも活動を続けているメディアに出演する方々っていうのは、すごく大勢いらっしゃいます。で、そういった方々が全員何も考えないで出ているかと言われれば、僕はノーだと思いました。悩まないわけがないです。悩まないわけがない。だから僕は、悩んだ上で今回、撮影すると。そして、まあ、たくさん声があったんですけど、僕の動画を楽しみにしてくれているという声があったことも僕は、まあ、正直嬉しかったですし、そこに対して僕の動画を待ってくれていると言っている方々に対して、届けたいという思いがあるので、それに則って僕は行動してみようかなと思います。まあ、わかんないです、上がんないかもしれないですけどね。はい、ちょっと心情をこうつらつらと、述べさせていただきました。まだ今回もちょっと長い動画になってしまっているかなと思います。ちょっと申し訳ありません。言葉が今回は特に、前回よりもちょっとまとまりきれてない部分があるかもしれませんが、はい、次回、もしも動画上がるようならば、ファイヤーデーの動画が上がるようならば、ちょっとですね、その動画の冒頭に、まあ、なぜ僕がこの動画を出すように至ったのかという経緯として、この動画の URL 等をちょっと貼らせていただこうかなと、思っております。そして、まあ、昨日の動画の中でもお話しさせていただいたのですが、今回この、結構短い期間にですよね、いろんな地域で被災した方々がいらっしゃいます。そしてそんな方々が、一日でも早く、その地域の、復旧復興ですよね、まあ、ナイアンティックさんも書かれていましたが、そして安全に、そして健康に、元の生活に安心して暮らせる日々が一日でも早く戻ってくるように僕は祈っております。そしてそんな方々が少しでも楽しめる何かを作っていければなと、そんな方々が求める何かを作っていければいいなと僕は思っております。よろしくお願いします。はい、もちろんね、いらないって方もいらっしゃると思います。でも幸い YouTube という場所は、まあ、見ないという選択もできますし、でもそれでも思いがある方、まだくすぶってると、なんか山田何言ってんだっていう風にくすぶってる方は、なぜくすぶってるのか、それこそコメント欄をぜひ使ってください。僕は読みますのでよろしくお願いします。それでは、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ、失礼します。